はい、それでは続きをやっていきましょう。君が死ね多数決デスゲーム第2章後編パート3ですね。はい、で移動でピンクの部屋でもとりあえずここから出ちゃいましょうか。にゃー何があった銀、今助けに行くぞ。今の声は銀、どこだ銀、耳に声に耳を澄ませる、どこだ銀、ん澄ませる、一体どこから声が、ダメだ。もう聞こえない。マジか。銀。状況は変わった。安全を考えるなら一度戻るべきだけど。そんな、銀を見捨てるんですか？諦めません。私は当然だ。そう、だね。探そう、サラちゃん。もう失うのは終わりにしよう。そうだ。はい。とりあえず、もう一回ホエミの部屋。こっちはちげえかな。これがワンチャン銀説はねえか。とりあえず戻って、じゃあ食堂の奥でしょ。ここもない。隠し部屋、隠し部屋は何もねえか。これ第2章始まってすぐの時、こっから手出てきたけど、あれ何だったんだろうね。言って、この下に人形が寝てたとか、そういうことだったのかな。とりあえず食堂にキーの、あ、鍵が落ちてんな。机の上に何かがある。これは鍵？さっきまでなかったよね。うかつに触らない方がいい気がするけど、そういう言い方やめてくれ。鍵を取ります。タグ付きの鍵。まずい。広場から誰か来る。調理室に隠れましょう。調理室に戻って隠れましょう。OK だ。これやべえな。ゲームオーバーとかあんのかな？近いね。静かに。誰かわからないけど、気づかないで。ドアの近くで足音が止まった。あ、ん？ホエミーと誰かだな。二人組だね。一人はホエミ。小さく話し声が聞こえてくる。取り逃がしたのか。すみません。ここに置いた鍵がなくしたのか。まったく諦めろ。銀は無事なのか。もう一人の人物は一体誰。いいか、ガシューの好きにさせるな。あれ、ホエミ、ガシュー側の人間ではねえの。人間っていうか人形というか、人間の方でもいいのか、言い方的には。奴は、デスゲームを壊そうとしてる。ははん？ますますわけわかめだけれども。え？わかってます。モニタールームには監視機能があるはずだろう。青い配線をつなげるんだ。しっかりとガシューを見張れ。青い配線。あなたがなぜそれを。それともう一つ、ノエルの頭部にあるチップを必ず回収するんだ。あのチップはこの施設のセキュリティを崩壊させる脅威だ。セキュリティを崩壊させる。お静かに。誰かが聞いていたらどうするんですか。聞いてますけど。楽しいことになるでしょうね。それと、なんだ、こんな時にパッドが。誰ですか。逃げるしかない。銀は、間一髪だったね。でも銀がまだ、少なくともあの二人組に捕まった様子はない。おまわりさんたちにできることを考えよう。できることって、二人組の会話をまとめる。カードの役職を確認する。あー、多分変わったってことだよな。どっちのやつが変わったかだけれども。まとめなくてもある程度はわかる。けれども、そうなると、どっちが敵なのかってことだよな。
ガシューが敵なのか、俺たちの敵なのか、ホエミーが敵なのかっていうところだけれども。あと、ホエミーの相手と話してたやつ、あれも気になるところだけれどもな。まとめてみるか。あの二人組気になることを言ってましたね。システムを崩壊させるっつって。ああ、ノエルの頭部のチップがどうとか。それと、モニタールームの監視機能って言ってたよね。どういう機能かはわかりませんが。もうすべての階の監視カメラが操作できれば。もう一度一階に乗り込んで捕まるよりはマシそうだね。よし、行こう、サラちゃん。その前に。一応ですが、カードの役職を確認しておきましょう。さっきのうるさい音は交換のシグナル。そうだね。誰かのカードが交換されたはずだ。ん？あれ？鍵番だな。4分前に2度目の交換が行われました。私は鍵番のままだ。4分前？おまわりさんも平民のままさ。私たち以外に誰かが、あの場にいた？余計なノイズがなくてよかった。さあ、モニタールームへ行こう。ん？平民の誰かが、ワンチャン、刑事と交換した、農民、平民と平民を交換したみたいな、そんな感じ？ちげえかな。どういうことだろう？ 4 分前っていうのも気になるけれども。4分前に、サラノが誰かと交換されたんだけれども、鍵盤ってこと？ちげえのかな？ダメだ、全然わけわかんない。ここに来て全然わけわかんなくなった。モニタールーム。で、複雑な割に簡単な機能しかない機械がある。どうしよう。ああ、機械の下を探る。刑事さんに任せる。適当にガチャガチャ触る。機械の下を探る。足元を見るとコンピューターに様々な配線が接続されている。確か青色の配線って言ってたね。繋げてみましょう。足元の青色の配線をコンピューターへ繋げた。お！おお！すげえ！当たりだね。これが監視システム。銀はどっかに映ってないか。銀、え、これ止めるってこと？疲れ切ってるんだろうな。なんだ。ああ、寝室で座り込んでるレコさん。なるほどね。これは？気になるもの映ってない。モニターは壊れてる。誰もいない。ん？あれ？この寝室何か変だな。なんだ？どうした？重くなっちゃったんか。あら？お前また、え？なんだ？どういうこと？あれは、三島先生の人工知能。戻りました。あれ？ナオスさん？本当に、これでよかったんでしょうか？え、お疲れ様です。ナオスさん。あなたの安全が守られてよかった。でもこれじゃ、あの人が。先生、私はどうしたら。私を信じるのです、ナオスさん。あなたを守るために、奇跡的に私は復活したのですから。復活した？私の言葉通りに、ね。はい。さあ、にっこり笑って、明るいナオスさんが、私は好きです。はい。かわいいけれど、素晴らしい。いい教え子を持ったものです。どうなってる？まずいね。刑事さん。あの三島先生は一体、ナオさんの行動は変です。まあ、復活するのは、まあ、可能性としては別になきにしもあらず。ナオさんの行動は変です。これだ。ナオさんの行動、おかしいですよね。あの人がつってたよな。三島さんに何か含まれたように見えたね。もしかして、さっきのカード交換、ナオさんが。けど、交換にはメダルが50枚必要だよ。ナオちゃんはかなり少ないはずだけど。
じゃあ一体何を。あの三島さん復活したって言ってたけど、もともとはレコがここで破壊した人工知能ってことなのかね。レコさんは相当な思いで破壊したはずなのに、本当に同じ人工知能なのかね。なおちゃんの部屋にだけモニターがあるのも怪しいし、フロアマスターは何か企んでるのかもね。そんな、なおさん、なんか、じーっつってっけど、右下のモニターは嘘の間。アリスさんの遺体と整えるの残骸が今も残ってる。アリスさん。てか、銀いね。誰かの寝室の前に人が立ってる。はは？あら、九太郎さん？部屋の主と会話をしてるのかな？すべてのモニターをチェックしても銀の姿はなかった。この監視システムは3階しか映ってないんだ。やっぱり銀はまだ1階に。まずい。誰かこっちに来る。え？ガッシュだ。監視システムを切るよ。おや？お二人で一体何を？ん？野暮だね。甘いひとときだよ。いやいや、これは失礼。邪魔したついでに教えてよ。このモニターって全部人工知能が入ってる？その通りです。最初の試練を突破した候補者の人工知能が並んでいるのです。わかった、行っていいよ。続きをするからさ。はい、ごゆるりと。何をするんだ、続きって。さて、どうするか。もう一度1階へ。ノエルのチップを回収するべき。いやー、どうだろうな。もうワンチャン回収されてる可能性あるけども、まあ、いっぺん行ってみるべきだよな。そうだ、今のうちにノエルのチップを回収するべきです。銀のことはいいのかい。もちろん心配です。でも銀はもうただの子供じゃありません。きっと逃げてここへ戻ってきます。そのためにもおまわりさんたちは脱出の方法を掴んでおくべきか。それが信じるってことかもね。行きましょう。嘘の前。変わっちゃってんのかな、これ。話のストーリー、流れが。あれ、ガシュ。二人きりで過ごすというのもまた選択でございます。なるほど。よ、二人とも何急いでんだ。デート。てめえ、皿から離れろ。覇気がねえぞ、お前。冗談言ってる場合じゃない。長い階段かな。お前どこにいたんだ今まで。あのお二人ともどちらへ。ちょっと嘘をつきたくなったから、嘘の前。あ、ダメです、今ちょっと立ち入り禁止でして。待ってくれ、ハンナキ。勝手にそんなので、ですがこれ以上死体、遺体を放置するのは供養しないと。仕方ない、後にしよう、サラちゃん。わかりました。ダメか。じゃあロビーに戻り、あ、ガシュいね。あ、サラスさん誰だ。あ、そうか。いいところにいたね、ソウさん。いや、そんな顔しないでよ。ちょっと話がしたいと思ってたんだ。何ですか？何ですか？あれ？素直に聞いてくれるんだね。真面目に話してください。そうぜ、時間がないぜ、そう。ありがとうございます、サラさん。九太郎さん、カンナ。三人で行動してたのか。珍しい組み合わせではあるけれども。ニット帽の野郎、カンナを連れてどうするつもりだ。大事な話聞いてくれ。ちょっと待って。嫌われちゃったな。一体何を企んでるんだ。これでなんだか嬉しそう。カンナと九太郎さんはなんだか嬉しそう。ソウさんからは何も読み取れない。やれやれ、食えない相手だ。なるほど。レコさんはソウさんを警戒してる。
オーラを感じるね。そうだね。よし、じゃあ行こうか。はい。ありがとう、サラさん。それで要件なんだけど、なんだ、仲直りしたいんだ。仲直り？どういうこと？するしない？意味がわからない。ずっと仲良しですか？まあ、だから Q 太郎とカンナが嬉しそうなのかっていうところではあるけれども。難しいね。ずっと仲良しですっていう皮肉を言ってみる。意味がわからない。意味がわからないにするか。どういうことですか？意味がわかりませんよ。あれ？僕たち結構いがみ合ってたでしょ？でも気づいたんだ。このままじゃいけないってね。だって、僕たちの本当の敵って誘拐犯じゃないか。そうですね。もうこんなふざけたデスゲームは終わりにしたい。僕は脱出したいんだ。もちろん全員で。感動的な話だね。僕は本気です、刑事さん。だから、このパソコンをみんなで共有しない？ここに来てパソコンか。言ってでももうなんかいじくられてる可能性もワンチャンあんだよな。君たちから奪った僕も悪かったよ。でも結局パスワードが変わってて中身が見れなかったんだ。そういうことか。だからパスワードを知ってる私たちと手を組む気になったんですね。あれ、パスワード知ってたんだ。駆け引きはやめよう。時間がない。こっちにはパスワード、そうにはパソコン。仲直りっていうのはつまり共有だ。僕は本当に仲直りしたいだけなんだけどな。まあいいや、それじゃあ一応仲直りの印に。めちゃくちゃいい笑顔してっけども。握手しようよ、サラさん。しとく？はい。もう そういうさ、脅かしはダメじゃん。ねえ。俺心臓弱えんだから。なんだ今のは。ほら、カンナもサラさんと仲直りしなよ。カンナ。握手、する？ほら、手を出して。カンナの小さい手を優しく包んだ。カンナは、何度もサラさんを裏切って。やめてくれ、カンナ。まあ、言ってカンナは裏切ったっていうか、姉ちゃんのね、メッセージを見たいがために、まあ、結局改変されたメッセージですけれども、メッセージを見たいがためにあれしたやつだから、まあ、これはしょうがねえよ。な、うん、しょうがねえ。私たちは仲間だ。サラさん。俺は、お前は、お前、はいよ。お前さんか。まあ、ありがとうよ。よ、見てたぜ、サラ、カンナ。猫さん。何があったかわかんねえけど、わだかまりがなくなったならよかったな。はい。あの、猫さんも一緒に見ませんか？カイさんのパソコン。いいのか？もちろん。それじゃ、つけるよ。おお、開けたな。この中に脱出に使える手がかりがあれば。何も書いてない。ゴミ。ゴミしか読めない。データを捨てるためのゴミ箱だ。中には何も入ってない。サラと名前のついたフォルダだ。これが、メールかな？で、指令8。ちょっと待ってよ。これは59。はあ、デスゲームの指導。サラが結構、あらららら、ちょっと待って。ちょっと待って、います。そうなのかいっつって書いてあったな。いやー、でもこれ、全年齢対象版ですし、この動画って。サラさんへか。まあ、順番に読むか。順番に読もう。履歴書、指令8。うん。読む。かい。いつも、地道院家の見張りご苦労。履歴書なの。
知能院家では最近お手伝いさんを募集してるそうだな。いいタイミングだ。カイ、お前が自ら雇われて潜り込め。必要な資料は組織で用意した。このファイルにまとめておく。これ、偽造された履歴書だ。写真だけはカイさん本人か。結構古いけど。子供の頃、お手伝いさんがいたのは知ってたけど、私が学校に行ってる間だけだったから姿を見たことはないんだよな。まさか、うちにいたのかな、カイさんか。なるほどな。カイ、いよいよデスゲーム計画が現実味を帯びてきた。ついに組織のためにお前が役立つ時が来たのだ。指導員サラを決行日まで護衛し、健康な状態で確保しろ。そして関係の深い手綱城と広瀬涼子についても可能な限り目を光らせておけ。人員は増やせない。いいか、大役を果たすんだぞ。はい、城と親友の涼子のことまで書いてある。ファイルには城と涼子についての身辺調査書と写真が載っていた。まさか涼子まで巻き込まれる予定だったの。マジか。サラさんの好み一応読むか、うん、そうなのかいって書いてあるけど、これはカイさんが自身で作成したファイルなのか。サラさんの大好きなもの、甘いもの部門、いちごジャム、過去ジャム全般、栗きんとん、こしあんトースト。あ、当たってる。ペーストばっかりだな言ってやるな。一口目も、サラさんは偏食なくよく食べる。特に甘いものが好き。また一歩、サラさんを理解できて嬉しい。かわいいな。以降もずらずらと書かれている。カイのやつ、サラのストーカーだったぜよ。今思えば、食卓にいつもペースト的なものが並んでたな。マジか。これは、カイの集めたものなのかな。また違うエッチかもしれねえよな。うん、違うエッチかもしれねえ。おい、やめとけって、そんなもん。私だって気が乗りませんが。画像ファイルじゃないね、それ。なるほど。え？私は恐る恐るファイルを開いた。ん？中には全く理解できない記号や文字列だけの文章が延々と書かれていた。さっぱりだね。カイの趣味は信じがたいわ。これって、なんつうかプログラミングとかいうやつなのか。こんなの私たちには解読できない。サラさん、これは？こんにちは、サラさん。私はカイです。こんにちは。こんな事件に巻き込んでしまって本当に申し訳ないです。これ、サラが読むことを想定します。そりゃサラさんへって書いてあるから当然だけれども。これ、このデスゲーム中に書かれた文章だ。サラさん、もしあなたがこれを読んでいるならお伝えしたいことがあります。なんだ？私、佐藤カイは、とある悪い組織に所属するエージェントでした。それも殺し屋として教育されていました。殺し屋？しかし幼き日に下された暗殺指令を私は遂行できなかった。人を殺めることができなかったんです。父には失望され、組織での立場は弱いものでした。そんなある日、とある仕事を任命されました。それがあなたを陰から護衛保護する義務です。任務です。といっても、初めは重要視されている仕事ではありませんでした。デスゲームの開催、これが現実味を帯びてくるまでは。デスゲームの目的は私にも分かりません。ただこれは私の印象なのですが、サラさん、あなたを中心に全てが動いている可能性があります。もちろん私はサラさんがただの被害者であることを信じております。ただ、組織はあなたを必要としてる。そして彼らは手段を選ばない。組織の名前は、アスナロ。アスナロ？優れた科学技術を多方面に持ち合わせている裏の組織です。アスナロだと？知ってんのかお前。びっくりした。どうしたの？俺が世話になった孤児院と同じ名前ぜよ。落ち着きなって。先を読もう。おお。このデスゲームは娯楽や復讐によるものではありません。
組織にとって避けては通れない使命のようです。父はそう信じていました。父って、父は組織に狂わされていました。もしかしたら退治する時が来るかもしれない。その時は父を、ガッシュを倒してください。まあ、この辺は予想できたことだけれども、サラフォルダに調査した資料をまとめました。もし私がすでに死んでいるなら、あなたがお使いください。パスワードはあなたの母親の名前、何かの力になれればと思います。どうか騙し合い、殺し合いの渦に飲み込まれないで、あなただけでも生き残ってください。かい、文章はここで終わっている。カイさん、私たちは今みんなで力を合わせています。なあ、そう、これでサラの疑いは晴れたんじゃねえか。え？お前さん言ってたじゃねえか、サラ、カイ、ジョーは手を組んだ黒幕だとかなんとか。それは売り言葉に買い言葉だよ。僕もあの時は冷静じゃなかったんだ。ごめんね、サラさん、仲直りできて嬉しいよ。相変わらず食えねえやつではあるけれども、見ようか。パスワードは私のお母さんの名前、名前知らねえけれども、ゆっくりと母親の名前を入力した。開けた。見てみようか。個人的な俺と、なるほどね。とりあえずこっちから見るか。こんにちは、カイさんです。自分で言うな。すみません、この文章はデスゲームとは全く関係ないです。なるほど。サラさん、あなたに佐藤カイとしての個人的な感謝を伝えたいのです。私は指導院家に大変お世話になりました。お手伝いさんとしてあなたのお父さんの仕事や家事を手伝わせていただきました。もちろんそれはあなたを監視するという組織の仕事のためでした。最初は家族同様に接してくれるあなたのお父さんに私は嫌悪を感じました。組織のエージェントとして幼い頃から訓練されてきた私は愛情というものに触れたことがなかったのです。怖かったのです、自分が変えられていくようで。しかしいつしかあなた方一家を守りたくなった。この目でサラさんが成人を迎えるのを見守りたくなった。初めて生きる目的ができたのです。指導員家と出会えて本当に良かった。ありがとうございます、サラさん。かい、マジかよ、なんてやつなんだあいつは。人物調査データと名前のついたフォルダだ、ファイルだ。お前かまた。まあそれ知ってたけれども。どうもカイです。実は昔の ID を使ってごく一部ですが、組織のデータにアクセスすることに成功しました。その中でデスゲームの参加者に関するデータを発見したんです。なるほど。と言ってもほとんどの参加者のデータは持ち出せないようにプロテクトがかかっていたのですが、ある男だけプロテクトが外れていました。緑色だけれども、そうか、ワンちゃん。どうやら彼のファイルは一度削除されたのですが、何らかの理由により復元されたようなのです。アリスによってソーが殺されたと思われたのでファイルは消されたけれども、実は生きてたから復元されたとか。誰？全然違ったわ。いや、まあでも別にソーに見えなくもねえじゃねえけれども、誰だ、見覚えがあるのか、こいつは。どうしたんですか。え、なんだ。みんな知ってる。みんなの様子がおかしい。誰、みんなこの人を知ってんのか。てかこれ、このマフラー、ソウが持ってるマフラー、ほら。ごめん、僕少しだけトイレに行ってくるよ。そうに深い人物ではあるよね。彼のことは名前すらわかりません。しかし組織が人物ファイルを削除する理由は一つ、死亡です。そういうこと、アリスが殺したのはワンチャンこっち側の可能性があるな。ねえ、
もし彼がデスゲームより前に死亡したとして、わざわざ復元された、つまり生き返ったってことだよな。生き返ったということでしょうか。はぁ、生き返っただ。どっかで見たはずなんだこいつ。なのになんで思い出せねえ。お前専門家、カンナもどこかで、でも何も思い出せない。誰か名前を知ってる奴はいねえのか。あ、なんだ、ソースさんと、ああ、同じマフラーをしてます。彼についての謎は私には解明できませんでした。そして奇妙な点がもう一つ。デスゲームの参加者は20人ほどいたはずなのですが、全員分の人物ファイルがないということです。これを私なりに推測すると、紛れ込んでるってこと。こいつが。な、この音は役職カードの交換だ。それどころじゃねえってのに。この場にいない誰かが交換をしたんだ。パソコンに集中する。皆さん、今は役職カードよりもパソコンの内容が大事です。そうは言っても見ないでいられるかよ。九太郎さんたちはタブレットを起動させた。しょうがないね。先に役職カードを確認しておくしかないか。タブレットを起動させて。鍵番だな。うん、私は鍵番だ。さあ、パソコンの方を。あら。あら、身代わり、あれ、同じ反応してるわ。これ身代わりって一番ピンチじゃねえか。身代わり、ただいま3度目の交換が行われました。見間違いじゃない。誰かが私とカードを交換したんだ。それもよりによって身代わりを押し付けた。ありえない。だって私はみんなのために。苦しい。あれ、息の吸い方が。どうしたサラ。俺と同じカードだな。どんな気分だ。落ち着け。私は今パソコンを。大丈夫。必ず死ぬカードってわけじゃねえ。パソコンを。お前は俺を殺したけどな。サラちゃん。落ち着いて。肩から温度を感じる。暖かい。でも、幻影は消えない。カードを交換しなきゃ。私はメダルを50枚以上持ってる。そうだ、確か財布は寝室に。取りに行かなきゃ。体が勝手に動き出す。みんなの背も脇目も振らずに走り出す。財布どこに。え、探すのか。あれ、これさ、盗まれてるパーティーじゃねえか。ねえ、おいおいおい、ねえぞ。しかも出れねえし。なんで、どこを探しても財布がない。どうして、私がなくすわけないのに。死にたくない。他に何か手は。嘘の間、アリスさんのメダルを剥ぎ取れば。マジか。再び走る。遺体を回収される前に、私の未来のために。あら、
アリスさんの遺体はきれいに片付けられている。嘘だ。なんで、そんな。これじゃあ私は、どうしたら。サラさん、半泣き。ちょうど掃除が終わったところです。もちろん遺体は丁寧にいたしましたので。ここが最後のチャンスかもしれない。メダルを諦める。半泣きを騙す。マジか。まあ、でも多分これは一本道だよな、多分。私のメダルが落ちてなかったか。え？財布を落としたんですか？どこにもありませんでしたが。ああ、そうじゃない。アリスさんにメダルを預けてたんだ。ある作戦のために一時的に全て。生きていたら返してもらうはずだったんだ。死者のメダルを没収するだなんて私たちは聞いてなかったからな。だから返してくれないか。サラさん、アリスさんはメダルなんて持ってませんでしたよ。え？すみません、忙しいのでこれで。どうなってる？アリスさんがメダルを持ってなかった？ありえない。アリスさんはメダル所持数で上位だったんだ。これワンチャン、ナオが持ってった説あるな。猫がいなくなった後もナオここにいたもんね。ねえ、それでワンチャン、メダルを交換した説あるぞ。メダルを、ナオ自身は持ってなかったけれど、持ったことによって、役職カード変えれるもんな。私を陥れるために誰かが。あれ？なんで笑いが？よう、楽しそうじゃん、サラ。ああ、もう何も考える気力が湧かないんだ。結局サラもさ、本気で脱出できるなんて思ってなかったんだよ。そう、なのかな。なんとなく、みんなのために希望を見つけておいて、人望のない奴が死ぬ、そう思ってたんだろう。それは、その通りだ。それは違う。それは違う。それは違うよ、ジョー。希望が必要だったのは、私だ。前を向いてる限りは、お前を殺した現実から目を背けられる。でも帰った先の未来は、真っ暗にしか思えないんだ。なんだよ、サラ。死にたがってたのか？そうかもな。きっと心のどっかで私は。あ、ジョー、ようやくお前から逃げなくて済みそうだよ。あ、ギーン！ギーン！しっかりするにゃん、サラ姉ちゃん。ギン。ジョー兄ちゃんなんてどこにもいないにゃん。変なもの見ちゃダメわん。なんでギンがここに？なんでって。そんなの、サラ姉ちゃんを元気づけるために決まってるわん。ギン。なんていい子なんだよ。お願い、正気に戻ってよ。本当のジョー兄ちゃんを信じてよ、サラ姉ちゃん。ジョー。信じる。何もできなかったのはサラ姉ちゃんだけじゃないにゃん。僕だって、みんなだって悔しかったわ、苦しかったにゃん。なのにジョー兄ちゃんは最後まで笑顔だったにゃん。他の死んじゃったみんなだって、残された人のことを最後まで思ってたわ。きっとみんなで生きて帰ってほしいって思ってるから。だからサラ姉ちゃんが本当のジョー兄ちゃんを信じてあげなきゃダメなんだよ。本当のジョーを。わからない。もうずっと見失ってる気がする。いつも一緒にいたあいつの姿を。私に正面から立ち向かう勇気があるのか。幻影に立ち向かえるか。立ち向かおう。
だって銀が元気づけてくれたんだぞ。サラ、お前はジョーなんかじゃない。襲い来る魔の手を全部跳ねのけるんだ。え、ゲーム始まる？もしかして。待った、そういうことか。連打です、連打です。そこまで難しくはないけれども、どれぐらいの猶予があるのかがわからない、出てきてから。あと俺こういうマウスコントロールがとても苦手です。どんだけ続くのねえ。実況が持つかどうかも怖いぞ。おい、助けてくれ。ここでダメか。いやいや、やばい、でっかくなるな。何段階かあるか。あ、よし、イエーイ、やったぜ。もうお前は壊れてるんだよ。完全に消すことなんて無理だ。またな。サラ姉ちゃん、銀、ありがとう。私は大事なことを忘れていたな。元に戻ったわん。ああ、みんなで生きて帰ろう。もう誰の命も奪わせない。誘拐犯の思い通りにはさせない。うん。力が湧いてくる。私一人の命じゃない。みんなを守るために前へ進むんだ。行こうわん、サラ姉ちゃん。あ、なんだ、銀のやつも出てきた。とりあえずここまでにしようか。うん、時間もいい感じなんで、とりあえず今回ここまでにさせていただきたいと思います。いやー、よかった銀生きてて。もう俺銀が死んじゃったら、待って、死んじゃったらちょっとモチベが誰を押せばいいんだよって感じになっちゃうから。あー、なんか三島先生もさ、ちょっとね、闇落ちしてそうな感じもするし、まああれは人工知能だけれどもさ、もう銀だけが俺の心の拠り所だよ。はい、ということで、まあ、とりあえず今回はここまでにさせていただきたいと思います。ぜひ皆さん、銀の勇士にグッドボタンを押してくださいということで、とりあえず今回はここまでにさせていただきたいと思います。もしこの動画が面白いなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォローをぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。